まあ、今回も戦争が起きてますよね。戦争の本質ってのは何だろうと。我々の現場に行ってね、戦うわけにいかないんですよ。僕は数学科なんだけど、大学の時クラウゼビッツとかね、ナポレオンの兵法とかね、まあ、勉強したんだけど、まあ、要は昔は経済の延長であると、経済戦争の延長だと。だから、まあ、経済的利益を得られれば引き分けという条約を調印して終わりということなんだけど、やっぱり戦争の本質が変わってきてるのか、あるいはまだ変わってないのか。例えば、まあ、今回のプーチンにしても、まあ、大統領になるまでにはやっぱりエリツィンに次いで2番目の大統領ですよね、国民を納得させる論理があったから、まあ、大統領の職につけたんですよ、ね、そっから先ロシアを引っ張っていく大義名分というのがもしかして見つからないんじゃないかなと。それでやっぱり試行錯誤しているんじゃないかって思ったりするんですか。僕はね、広島大学で、まあ、数学研究したとは言いながら、まあ、その実はせっせと図書館に通いましてね、まあ、そもそも戦争が負けたことがですね、はい、悔しくて仕方がなかったんですよ。やっぱり植民地のような国だなと。でそこからさらに深まっていくと、まあ、戦争ってそもそも何なんだろうと。ということでクラウゼビッツとかですね、その種の兵法とか研究して、特にクラウゼビッツは、まあ、戦争というのは、まあ、経済の延長であると。したがって相互の経済的利益が確保されれば、まあ、条約を調印して終わりというふうに、まあ、述べてあるんだけど、もしかしてその今回 の, その、まあ、ウクライナの問題を見るとですね、戦争の本質ってもっと違うところあるんじゃないかなと。この例えばウクライナなんていうのはおそらくロシア人にすればですね、心のふるさと的なね、まあ、位置があるんだろう、ね、キエフ大国っていうのがあったんで ね, そうですね。なので是が非でもそれを取り戻したいと、民族感情というのがものすごくまあ強烈に動いてますよね。それでで今回のようなその軍事侵略というか、まあ、その軍事侵攻に踏み切った背景に何があるのか。大統領職に就くためにはやっぱりそれなりのロジックで、国民を納得させるロジックがないとですね、まあ、その大統領にはなれなかったと。2代目の大統領になれなかったと思うんだけど、で大統領になられて、でその後ですね、このロシアを一体どういう方向に持っていくのかといったところで、しばしばプーチンの語録の中に聞かれるのは強いロシアの復活とかって言われてるんですけども、でもしかしたらそのロシアをどっちの方向に持っていったらいいのかということについて、プーチンさん自身もね、もしかして迷いがあるんじゃないかなと思ったりもするんですけど、田中先生、どんなふうに感じられますか。プーチンが大統領になりたくてなった、はい、自分が大統領になったんじゃなくて周りが大統領を作ったんですよね、はいはいはい。ですからエリツィンのその流れの中で、エリツィンの周りにいる人たちが都合よくそのプーチンという人間を作り上げて、いわゆる人は権力を持ちますとね、よく言いますよね。はいはいはい、一つがあれば二つ欲しくなる、はいはいはい、二つあれば五つになるんじゃないかとか、終わりがないわけですよ、だから人間の欲ですよね、はいはいはい、だからエリツィンが作り上げたプーチンが100まで生きるとは誰も思ってなかったわけですよ、まして20年というと長い期間大統領をやるとは誰も思ってないわけですよ。じゃあそれをシステムを作り上げたのはプーチンですよね。そうですね、はい、それは何がそうさせたかというと、さっきおっしゃったキエフ大国ね、解消階級戦もありますでしょうけれど、ロシア人がじゃあそれを望んでるかと、はいはい、いうことはな、みんな仲良くというのがロシア人の思惑なわけで、力で抑え込もうとしたのは一斉にプーチンの思惑欲なわけですよ。ですから人の欲ってのは恐ろしいもんで、まあ力があるからそれができた、
力がないやつが何したって、うん、何言ったって通りません、うん、それ戦う力ありて後回せ、うんうん、話するんだら力を持ってなきゃ話はできないよと言われてる。今の日本とロシアだってそうじゃないですか。日本が何言ったってああそうかいで安倍さんがどうね、うん、立派なその口聞いて、うん、いかにも足元ね見られますよね顔してますけれどもとんでもないでしょ、4等変換がね子供扱いじゃないですか、2等変換でねいつの間にかなったり ね手のひらの上を踊らされてるようなもんじゃないですか、うん、それはその戦う握り込める力を持ってるということですよ、うん、その力がまあ狂わせることもあるという今その軍事力がね、最大の力になってるわけですけど、うん、それが経済の面であり、うん、宗教の面であり、うん、民族というね、うん、何千とある民族の争いでもありますし、ですからそれはそのやっぱり独りよがり独裁はいけませんよね、うん、だけど民主主義は国を滅ぼしますよ。そうですか、うん、バカでもチョンでも一票あると、ね、うん、そうですね、今のそこら悪平等というやつですね、ねえ、お姉ちゃんがこう、それが一票で、2000万も税金を納めてるのが一票で、こんなバカなってないわけまだ理想のシステムには到達してないと、結局人間というのは、その、いろんな理想を求めますけれど、パーフェクトな形で平和が100年続けば、これは重しですよ、うん、日本だってもうすでに70年戦争しなくて済んでるわけですから、はい、奇跡ですね。これはもう幸せなことですよ、やっぱし。確かに中国でも、ね、孔子様の教えをね実践した国はまあほとんどなかったと。ああですね、インドも仏教を国教にした時期っていうのはほとんどないですよね、うん、だからやっぱり今回の、うん、クロアチアの件に関しては、うんうん、一重にプーチンの思い欲であって、うんうん、ロシア人の思い欲とは、うん、異質のもんだと思うんですね、うんうん、はい、これあの旗から見ますとね、例えばロシア正教というのがありますよね、はいはい、でプーチンさんはロシア正教 のトップの人ともね懇意されてますけど、そのバチカンがなんか平和なメッセージをねもうちょっと強烈に出すとか、はいはい、そういう形で中側に立つってことは無理なんですかね。いや江戸時代に宗教もたくさんありますけれど、うん、一神教というのは怖くてですね、うん、やっぱし他を目の前を潰せ叩け、うん、従えろと、うんうん、ああいう他を潰しにかかりますよね、はいはいはい、日本のようにその多神教、もう海の神様、うん、天の神様、うん、木の神様、うん、火の神様、うん、みんなを大事にするような民族は逆に珍しい存在になってるわけですよね。ですからどちらがどうということではありませんけれど、うんうん、自分のない宗教というのは怖いですよね、うん、神様任せだけではね、ですね、うん、ですからやっぱり自分が、僕はいつも若い者に聞くんですよ、ね、お前誰だい、うん、いや私はああしてこうしてこう、でお前のお父さんは誰だい、うん、何してる、お父さんに今日はやったかい、いろいろ話をするときにお前誰だいってまず聞くんですけれど、だから自分の立つ立場で判断をするということが、物の見方だって四方八方上下いろいろあるわけですよ、はいはいはい、立つ立場によってですね、まるで反対の意見も出てくるわけですよね。それをトータルに物を一息飲んでお話をできる人と、一面だけ物を見て突っ走る人と、まあ、その欲の絡みがね、いろいろ災いになったり、うん、その恨みになってみたり突っ走ってみたり、うん、いやそれがパーフェクトなものではなくて、うん、いわゆる自分が納得してるからやれるということだけじゃないんですかね、うん、今の場合、まあ、プチの場合は、うん、まあ、ちょっとそれが軍隊というね、うん、原子力というね、その、うん、いろんな表裏を見てきた人にしては、うん、単純すぎましたよね、うん、今回は人心掌握にちょっと失敗してると、
そうするとプーチンが考えるものがロシア国民の全部の思いだという錯覚してしまったと。そういうことになりますよね、うん、でロシア人は俺のその家来みたいな、うん、みたいなね、うん、そういうふうに思い込んでしまったんじゃないでしょうかね。あのなんかね、あの、はい、多くの軍事評論家の意見ちょっと読ませていただくとですね、はい、もともとロシアっていうのはその和睦とかその横つながりの平和っていう観念がないと、はい、だから仲良くするってことは単純に言えば服従することであるという意見が聞かれるんですけども、実際その田中先生なんかはですね、現場でそのアフガニスタンに身を投じられて、はい、まあ、基礎を作られた方だと僕は認識してるんですけども、いやスラブですよその中でこうやっぱりスラブ民族特有のね、はい、まあ、考え方としてそういう、まあ、相手に対して辛辣なその要するに服従するかあるいは敵対するかという、まあ、そういうのは息吹で感じられたことって終わりですか。いや僕もあのロシアの人たち大変友達たくさんいますし、あのフン族がね、はいはいはい、西へ行った時も、はい、ジンギスカンが西へ行った時も、はいはい、いわゆるその祖先を同じくするヨーロッパの人たちがたくさんいるんですよ、はい、で私の道場がありますの、うん、ハンガリーなんかでもね、はいま、はい、だにあちらあちらとあちらの名前を相撲を残ってるんですよ。そうなんだ。で世界の民族のコーカサスだからね、あのハンガリーだけですよ、うん、生命を。はだから英語を見たくその甲子郎田中ではなくて、田中甲子郎となるのはこのわずかな民族しかないんですよ、はい、ですから、うん、まあ、あの日本人もその流れの中にあるんじゃないですかね。ただあの南から来たからね、この島国に集まってきたわけですから、それでみんなが仲良くしてられるのかもしれませんけれど、もともとその全部が全部あの上下関係だけで見るということではないわけですね。ロシア民族というかスラブ民族というかコーカサスというか。いやいや、どうなんでしょう、やっぱりそういう辛辣な面はあると。やっぱしあの、うん、隣のも畑は綺麗に見えるって言われますやっぱし綺麗なものは欲しくなりますし、はい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 、美味しいものが食べたくなりますし、うんうん、じゃあそれを食べられない人が初めてその肉、うん、ステーキを見た人がですね、うん、はい、さあ食べろって言えばいきなり握ってかぶっとく食べてしまうようなことですよね。例えばその終戦間際に、日ソ中立条約をこう保護する形で、まあ、あの参戦してきたというのもあるんですけど、はい、あれもやはり歴史学者に言わせると、まあ、欲しくてたまらないものが目の前にあるので、はい、そのアメリカに全部おいしいとこ取られる前に取っちゃおうと、はいはい、いうことをまあ聞かされたわけですけども、うん、僕ちょっとあの一つ違った面を感じることがありまして、ね、はいはい、ソ連が北からシベリアを通って攻めてきまして、はいはいはい、北から攻めてきましたね。なぜ動きやすい、うん、南へ行って東へ来なかったのか、うん、でそれを思いますとね、やっぱりその冬っていうのは皆さんこうに暖かいところのね、うん、人間から考えれば動きづらくて辛いわけです、うん、はい、そうですね。ところが今のロシアの攻め方も同じなんですけれども、うんうん、凍ってれば自動車が楽に動く。ああ、そういうことか。ぬかるみじゃなくて。ぬかるみじゃなくて、うん。今回なんかぬかるみで苦戦してるみたいですね。まあ、結構あれは補給の問題ですよ。だから20万の軍隊ね、食料から武器から弾薬からエネルギー、それを補給するための体制が彼らは十分取ってなかった、うん。あれなんですかね、あの要するに、まあ、その軍隊というか戦争でいうと兵団の問題、直線距離で来れば負けるの分かっててるんじゃないかと。あのカモがね、銃はこう並んで歩きますね、後ろから取っていけば銃は取れるわけです、うん、ああなるほどなるほど。最初の1丁は取れば、うん、残りの9は逃げますよ。逃げば、ああしんがりからなるほど。ですがやはりその補給がいかに大事か、うんうんうん、平坦の問題、平坦の問題です、うん、だから戦う力ありでもっていうのは、うんうん、準備が十分できて10対1の時に攻めなさい。それは孫子の兵法でも言っております、ね、言ってますね、はい、
ということはこれはあのですかね、その戦略の問題というよりもその士気の問題というか精神面の弱点なんですかね今回のはね。いや十分計算できてなかった、ね、計算できてない、うん、でも時間はあったわけです。そうですね、去年の3月あたりからなんか揉めてもう準備は入ってたわけですから、もう宣戦布告状態だったんですからね、はい、それもう計画性が盛り上がってたのも5年も10年も昔の話ですから、はい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 、計画があるということは得られる状況があるということですよね、うん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 、その間に十分寝る時間はあったはずなんですよね。あったと思いますね、うん、ただその体制がその平和ボケしたね、はい、この緩い世の中の人が平定でさえいきなり戦場にポンと立たされたらね、うんうん、今のロシアと思うんですよ。そっか本当か知らないけど歓迎されるから行ってこいって言われた兵隊もいるとね、すごい話ですよね。すごい話で歓迎されるなんて常識で考えて無理ですよね。やっぱし日本だって226でね、みんな軍隊のトレーニングだと言いながら出てきたわけですから、それはやっぱし計画性を持った人たちの信頼がね、どこか一緒の方からどこまで積み上がるのか、上がってたのか、それによって変わってくると思いますし、今のロシアの人たちが望んでる戦いではないわけですから、ただ知らされてないということは恐ろしいことで、その戦争の目的とか、その使命感というか、そこ一番難しいですよね、毛沢東も言ってますけどね、こう気持ちを盛り上げるのが一番大変だと。ですからやっぱりその下の人たちの国民の意識が今回は落ち着いてないところに、もしかして遠征気分、遠征気分だったの、まあ、今戦いを好む国はなりませんし、戦いたい人たちはないわけですから、たったアフガニスタンのタリバンだけです。あのタリバンっていうのはどうなんですかね、歴史的には。いや必要不可欠、あのタリブというのは、はいはい、坊さんのことを、あ、そうなん、新学生のことを言うんですよね。だからタリブデインという名前は多いです、うん、はい、だからタリバーンというのは、うん、そのタリブの集まりをタリバーンと、うん、あ、そうなん、あれも、うん、イギリスがね、はいはいはい、インドを侵略して治めてる時にアフガニスタン戦っとるが100年戦争してるわけですよ、はいはいはい、で香港と同じように1993年にはイギリスがアフガニスタンに今のあの NWFP と言われる土地を返さなきゃいけなかったわけですよ。ところがインドからパキスタンが独立をし、でパキスタンの中にその部族自治区というトライバルエリアがあるんですね、はいはい、それがアフガンの昔の土地だったわけですよ。今のデュランラインというのは暫定国境線ですから、これが今の国境になってるわけですよ、うん、パキスタンとアフガニスタン、97年で香港がイギリス返しましたね、はいはいはい、イギリスが健在の時は良かったんですけど、うん、インドが独立をし、うん、そこからパキスタンが独立をし、どんどん国力が、アフガニスタンが力を持ったまま話したら困るのはパキスタンです、うん、だタリバンを送り込んで、うん、ラバニは私の友人ですから、うん、ああ、そうなんですか、あれが大統領になる時に僕はアフガニスタンをいくつも、まあ、のスホーイというね、飛行機に乗ったり、ハインド、あの大きい大型のヘリコプターありますけど、はいはい、あれに一緒に乗って、もう全国回ったんですよ。ということは、やはりあのその大英帝国の衰退とともに、だからイギリス、フランス、スペインですよ、うん、世界の方が牛耳ってきたのはね、今はアメリカとロシアと中国になってますけど、はい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 、本来で言えば、ソ連とアメリカですよ、うんうん、中国はもう最近ちょっと物事だけの話ですから、うんうん、でも彼らは中国と自分の国を呼んでますから、一番真ん中の国、真ん中の世界は中国、うん、今回もなんか漁夫の利を得てると、ね、まあ、いやいやいや、ね、言われてますから、やっぱりあの計算高いんですね、あれ見事ですね、なんかあのうまいです。じゃあなんですけど、中国の戦争の仕方って正面攻撃ってほとんどないような気がしますよね、裏をかくとかね。いや結局、ね、あの国を挙げての戦争というのは彼は経験がないわけですから、現実に確かにね、はい、
ですから漢民族であり、南方民族であり、多種多様な民族が、越人であり、それがその都度その都度連合合唱しながらその相手に向かっているわけですから、その都度顔色を見たりね、あの立派なもんです、いや大人ですよ、大人ね、そうですね、習近平はなんか下積みが長いですよね結構下の方から上がって、それもやっぱりこう叩き上げでずっとステップアップしてきた人と、いきなりポンと作られた人と、二世政治家とかかもしれませんね、だから僕らがねこんな平和の日本にいて、ああじゃないこうじゃない勝手なことばっかり言ってますけれど、私は現場の人間ですから、そうですよね、だから自分の手で打てるだけ打って、そこで死ぬんだろうもそれもしょうがないと、いやもうこんな年ですから、打てるだけ残しておいてくれれば、打てるだけ打って、打ち尽くしてから俺が死んでみせる、すごいです、日本の侍ですね、先生やっぱりあれですかね、その今回のプーチンの軍事行動も、まあ、戦略的に言うとまあ矛盾だらけで、経済的な大敗を期してますけど、その誰が考えても分かるんだけど、やっぱり経済が膨張しすぎた、そして判断が鈍ってきた、人も沿線気分になってると、そういう感じですかね、世界。いや、誰しも、夜は寝ますし、お腹が空けば食べたくなるわけです、そっちが肥大していると、やっぱりその本来の生き様を考える女性ですね、プーチンも、あと何年生きる、何年どうするじゃなくて、何年後にはいなくなるわけですから、その時に残してやれる世界をね、ちゃんと先に見るべきじゃないんですかね、彼は、自分の欲だけで物事を判断してる、それが権力を持ってた、力を持ってた、恐ろしいことはないわけですよ、権力が肥大して、欲を上回るような、まあ、人生観とか、そういうものがあれば、我に変えることができると、いや僕らはもう知らない見解ですから、その目の前に立ったやつを倒すことしか言えないわけでも一番ね、さっきからお聞きしてますが、やっぱり簡潔に表現してらっしゃると思います、人間の生き方とか昔みんなはね、田中がまた何かやるらしいよとかヤクザの暴力だとかいろんな人が出るみたいな盛んな時はで、彼らが一番欲しがったのは、山口音也君が出てくれれば俺らはもっと食えるのになとか、こういうことを言う人たちもいたんですよ、ね、それが民族運動をしてる、右翼を名乗る人たちがですよ、そういうことを言うとありますかよく恥ずかしくないと思うね、僕らにすれば、じゃあお前何やんだい、どうして何やってきた、何もしてない、これから楽したい、あっち行って金もらい、こっち行って金もらい、じゃあ天下国家をこうやって指上げてれば、女房子供親兄弟を僕は踏みつけにして生きてきました、手が上がっちゃったんですよ、私。ああ、一回。それはあれですか、子供の頃からの気質でいらっしゃる。違う。昔は可愛い子。あ、可愛い。今でも十分も可愛いよな。どのあたりがそういう点というか、その心意気っていうの。いや、それはもう子供の頃からずっと武道をやってきましたね。で、まあ、最後のステップ、いざ死ぬ場所でいかに死ぬか、これは武道家として最後のステップですよね。武士道、はがくれみたいなもんですか。はがくれ、あれは平和な時代の平和の人が書いてるもので、だから、紙芝をつけた侍はね、いざ殺し合いの中で、ね、ルールはないですよ、泥を拾って投げたり、石拾って投げたりね。もの持てるものは冒険だろうと何だって持ちますよ、相手を倒すために、ところがああしちゃいけません、こうしちゃいけませんと言って、今スポーツが武道と名乗ってるわけです、確かに喧嘩にルールはないですよ、勝ったやつは言いたいことを言いますよ、死んだ人間が喋った、僕は52人穴掘って埋めてきました、アフガニスタン、彼らが一言だって喋ったことはない、
彼らの思いを私らが思うしかないじゃないですか。ねえ、な毎日さリンゴを食いたいの、ねえ桃が食べたいの、肉食いたいの、そしてその思いをこうやって口先で語ってるわけですよ、みっともない。いやちょっと恥ずかしい思いが、いやいやいや、思いが伝わってきますよ。いや情けない自分が恥ずかしいですよ。いやいや、まだ喫気盛んでいらっしゃる気がします。まだ強いですよ、ね、喧嘩するも。いやいや、わかりますわかります。でもその、ね、大勢相手に長々でも喧嘩ができませんから、今できるのはトンと座ってあの球を打つだけ打つと。何を打つか、いろんなため、人のためにここだけは守ると、一生懸命ですよ、はい、いっぱい死にましたよ、はい、いっぱい死んだね、あれらも死んだくて死んだじゃないですよ、撃たれて死んでるんですよ、地雷踏んで足飛ばして死んでるんですよ、誰がやったんですか、何のために死ななきゃならんですか、死に、彼らが死んだから国が帰ってきましたよ、それ長山鉄なんかが後から行ってね、さあ国の金集めて、ああしてこうして、お金があるからあの事業ができたわけです。まあね、もうそれがないとできませんもんね、はい、経済面でかつ、ね、仕組みを作られたんでしょう、きっとね。いやだから国会議員に僕がつないだんですもん、ああ、先に僕の方が国会に呼ばれてたわけですよ。なるほど。で僕はほらもう山の中入ったら連絡取りたくなりますし、だから鉄がペシャワールにいるから、ああペシャワール鉄を呼んでやってくれということで、国会議員何人にも話して、だから国会行くようになって、でセミナーでございますの、講演でございますのやって、いろんなお金が集まるように。それまで海津は、まあ、何回もアフガニスタンに連れて入ろうとしたんですよ、怪我人がいる、病気してるやつがいる、洞窟の中に薬がもう山ほどある、何の薬だか誰も分かりやしない、もっと追い繋がってないわけですよ、医者がいない、だから鉄来いと、そしたら行かん、彼は怖がって入んなかった。だからあの今のジャララバードでね、さあ水路を作りましたけど、あの土地だって僕らが戦って取り返した土地ですよ。あそこの親分にやってたアジカディールという、ラバニ政権の副大統領やりましたけど、彼があの前の王様ザヘブシャンのね、あの別荘地があったんですよ、山に動物狩りに寮に入る、その僕も1ヶ月余りちょっとあそこでも世話になったんですが、アジカディールも殺されました。いっぱい死んどるんですよ。それを鉄が一言でも語ったことがありますか。ないね、はい、ね、徳田太郎さんと安倍晋太郎の事務所と、それから河合大輔さんと慶応のドンと呼ばれた柔道部出身の方がいらっしゃって、この人はあの赤坂の三能ビルに事務所を持ってたんですよ、6階に。で僕はあのちょこちょこあちこち出入りしてましたんで、ね、徳田さんが、ね、鉄のことを何て言ってたの、なんて、あいつはね徳田虎雄のことを一回も喋ったことない、特集会の徳の字でも一回でも言ったことがない、なんだあいつはと言って全部面倒見たね。で彼が勤めてたのはペシャワールのミッションホスピタルという大きな病院ですよ、ペシャワールでその2番目ぐらいの大きな病院ですよ。それで僕も暇の時行ってあの骨継ぎ手伝ってやったり、ね、してたんですけども、彼も大したもんで、
あのいわゆる神経の病気の医者じゃないですか、うん、九州大学で、そうですね、脳神経科なんかね、はい、ところがその風邪から怪我から何から、うん、みんな見なきゃなんないわけですよ、ね、うんうん、だからペシャワ周辺にも200万人も難民がいたわけですから、それを見なきゃならないとかいろいろ言ってましたけど、でも戦ってあの国を取り返すために、自分のふるさとを取り返すために戦ってる奴が怪我してると、だからお前来てくれと、いやもうとうとう一回も来なかったです。そう、はい、だからまあ今世の中その彼がね、うん、アフガニスタンと日本を結びつけてるようなヒーローになってますけれど、僕らにすれば何だよって、どうしたいと、まあでも大したもんです、30年も続けて一つのこと、医者じゃないことをやったわけですから、うん、だけどその裏には先人の血のにじむ努力があったってことですね。犠牲がある、犠牲があったってことですね。それ犠牲がなければそれはできません。だからやっぱり、あの家建てるんだって、うん、土を叩いてね、基礎を作るじゃないですか。それが戦うための準備です、うんうん、だからその十分戦う力があるということは十分準備がなされてる、うん、しかし今度のプーチンの場合には準備がなされてない。あ、じゃあ今の中村さんの話、テーブルの上の計算ですよ、うん、兵力で勝てると。ということはあれですね、先ほどのその中村さんの話にしてもプーチンの話にしても基礎を、まあ、いや鉄は立派ですよ、うん、もう僕らは あいつがこいつがっていうことはありませんけれど、ただやっぱしね、その周りの人たちがその知らないでねいることの方が僕らは怖いです。だから今ペシャワール会の人でね、こういう話知ってるやつ誰もいないわけです。ね、我々はその隠された先人の血のにじむような下積み、うん、これもう少し知らなければいけないし、まあ、プーチンさんもねやっぱり現場で戦場に赴く兵士の気持ちがどんなものなのか、そしてあの準備というのは軍事訓練だけじゃなくて信条の統一とか、あの経済面に配慮するとか、そういうものへの眼差しが欠けているといったところにあるんでしょうね。いや本当に、うん、その問題が今吹き出してるんですね、世界中でね。いやいや本当にあのリーダーがいないという世の中はやっぱりいけませんね。リーダーも士官学校ばかりじゃなくて、現場を知ってると、はいはい、政治家にしてもしっかりであると、はいはい、一国の大統領もそうであると。まああのね、ウクライナの大統領がコメディアンだコメディアンだってみんなバカにし、うん、バカにしますよね、ましたね、ええ、今は褒めてます。そうですね、でもそれは最後の自分の立場をわきまえたからですよ、うん、米国が非難させようとしたらここにとどまると、あれは演出としてもできませんね、覚悟がないとね。いやね、いいことです。うん、やはり、まあ、いろんな人がいるわけですから、うん、どこに立って何を判断するのか、その人の欲の固まり方ですよね。彼だって死にたくはないですよ、うん、でも頑張って戦わなければならない時には、うん、やっぱしいなきゃならんですよ、うんうん、そのいるということを彼は理解して、うん、自分自身の覚悟を持ってたんです。うん、よく言うあの海軍で言うと船長は沈むまで本当に最後に残りますよね、まあ、死ぬことがいいことは戦艦ヤマトもね、そうでしたし、いいことではありませんけれど、うん、やっぱしその己をわきまえるということは本当に大事なことだと思いますよ、うん、プーチンは思い上がってますよ、うん、人を舐めてますよ、国を舐めてますよ、うん、世界を舐めてますよ、うん、その見返りが最後は自分の身に降りかかってくるわけですから、権力があれば責任があると、責任というのは下に眼差しが向かなきゃダメだということですね。やっぱり人の思いっていうのは恐ろしいものです、はい、まあ人の弱いところを攻めるのはね、スポーツマンのシップに反するとか、はいはいはい、言われますけどね、はいはい、
そうじゃないです。弱いところを攻めて勝つ戦いっていうのはそういうもんですかね。はい、ゼレンスキーも本当どこでああいう心構えをね見つけられたんでしょうかね。そこそこその場だと思いますよ。で彼だって逃げたいに決まってますから。それはそうですね、はい、死にたくないですもんね。だけどこれ死んでも自分が納得いく状況を作り上げたわけですから、でその脇にも人がいたわけですから、だから自分だけじゃない、その脇にいる人たちも大したものですよ。今回彼は本当に NATO に対しても EU に対しても大きな課題を投げかけてくれましたね。はい、日本人も少し考えなきゃいけない。日本を振り返ってね、人事じゃないです。武士道ですか。武士道ね。武士に道はないと言ったんですよ。ただひたすら死にに行くのが武士だぞ。侍っていうのはね、戦って死ぬのが武士なんだ。今なんか NHK では鎌倉殿なんてやってますけど、あれが武士道だと思ったら大間違いですよね。まあね、いろんな方がいたわけですから。ただやっぱり彼らは、頼朝さんが、作った侍の世の中って、ね、見返りがあって自分の辞書を持ったわけですね。そうですね、地盤、ね、土地というか、はい、まあ、それが一生懸命になったわけです、ね。一箇所をね、はい、守り続けると、まあ、それが女房であり子供でありね、家族でありみんなその国の未来であり、まあその単純に言うと貴族、貴族の時代が武家になったと言うんだけど、はい、貴族が現実というか足元を見なくなったために、まあ、バトンタッチされていったと。まあそれは人は守り刀をね、持つようになって、動物が相手じゃなくて人が相手になって首を落とす、自分を腹切る、首を落とす、そういう世の中にだんだんルールがね、出来上がってくると、それがみんな道だと思うんですね。あれは道ではないですよ、武士道っていうのは死ぬことじゃないですよ。戦って勝つこともある、負けることもあります。それが命のやり取りです、はい、ただその場で何を守るために、何を攻めるために生きてるか、その判断のしどころを間違わない自分を作り上げるというのが一番大事なことだと僕は思いますよ。